どうも、ヌヌです。アンチャーテッド古代神の秘宝続きをやりたいと思います。なんかこの真ん中のやつをいじくって、この後何かやらなきゃいけないんだけど、これかな？いや、これだな。クロエ、こいつの思い通りにさせるな。黙れ。試しているのか？来てくるよ。黙れ。ガネーシャ、ずいぶんな障害用意してくれたじゃない。何してる。いい、見てて。報復した。大丈夫？ええ、びっくりしたけど。おマジかよ、さすがネイトの元カノ。どういうことだ。俺の弟。あなたのお勉強が足りなかったのよ。ガネーシャは自ら斧に撃たれたの。あえて理解できんな。そりゃ自己中には分かんないわよね。つまりガネーシャはパラシュラーマに勝てたのよ。楽勝でね。でも勝てばシヴァの手によって作られた斧は弱いってことになる。己を犠牲にして父の名誉を守った。ねえ聞いた？ナディンですらちゃんと理解してるのよ。これが牙か。実に美しい。今度はだんまりか。その木はあんたにぶっ刺してやりたい。貴様らをこの手で殺してやりたいが、この場を怪我して神の怒りに触れるわけにはいかないからな。じゃああいつら何してんだ。まさか部屋を沈める気。お別れだな。ねえちょっと、そこまでする必要ある？破壊を恐れることはない。浄化され生まれ変わる。
一思いに撃ち殺したら。だな。溺れながらこれまでの自分の決断を思い返してみることだな。そうすれば来世はマシな人生になる。おい、マジかよ。俺やり残してること死ぬほどあるんだけど。私もだよ。あんたをもう一回ぶちのめしたかったのに。っていうか、そもそもなんでお前と一緒に溺れ死ななきゃなんねんだよ。ちょっと、いい加減にしてくれない？考え事してんだから。ねえ、どうしたの？私って準備いいのよね。ははやるな。やっぱ急いで。ヘキ、大丈夫？よし、俺のわかった。レディーファースト。ああ、クロエ、せかすわけじゃないけど頼むから早く取って。息して。おお、ピンが飛んでった。いや、これ水面遠いだろう。みんな無事。全員慣れだけど。ビンビン。タバコやめよ。さて。ひと兵器、あいつヘリなんてどこから。取引相手から。どういう意味。小耳に挟んだんだけどよ、古い列車の車庫で武器の取引するって。牙を売る気だ。文化守りたいんじゃなかったの。なあ、ちょっといいか。まあそのさっきはどうもな。プロの経緯だろ。だな。仲直り？いいや。だよな。急げば取引を邪魔できるんじゃない。はっ、あれ乗ってこ。気に入った。あそこ、列車の線路が。止めるわよ。慎重に行った方が良さそうだね。アサーブの手下だらけだ。おいおいおい、それじゃ牙取られちまうぞ。一緒に来なくたっていいんだよ。俺はただ急がないと。もう分かったから。喧嘩やめて、歩く。ずっとアサーブと一緒にいたってのに。相棒。勝手の情報ゼロ。そうは言ってもよ、用心深いんだ。俺の前じゃ話さなくて。そりゃそうだ。でも俺はホイなんとかの専門家だって話は信じてたぞ。ホイサラメ。それそれ。線路見つけた。多分ね。遺跡の後に近代の建物見るとなんだかがっかり。あら、イギリスはポルトガルのだろ。1800年代だから近代じゃない。エリナが全開してる。生きてるってバレたらまずいことになる。で、ナディン。ちょっと慣れ慣れしく呼ばないで。そりゃすいませんね。あんたアサーブに雇われてんだっけ。どうやってあの拷問に耐えた。リヨル。オッケー、こっちよ。ナタなんてないわよね。手伝って。分かった。
行きな、いい、行って。そんじゃお先に。うっそ。これはどこに飛べばいいんだい？あそこかな？ダメだった。そこじゃないのかな。後ろにいるからね。いやー見た感じはそこだけどな。どこ？ロープないんだろ。ああ、そうね。忘れてた。なんとかするだろ。お、お宝。いるの？すぐ行く。ねえ、これ使えるかも。ちょっと何なのよこれ、重すぎ。ダメ元だ。サム入る。大丈夫？ファイト。行こう。ここは危険だからね。なあ、あいつがいるとそわそわするんだけど。ナディン、上で何か探してくれる？俺が行くって。いい、平気。ほら来て、持ち上げる。あ、そう。いいですよ。黙って見てな。そう。よし。なんか登れそうなもんあるか？木箱かなんかさ。これならどう？やる。オッケー。登りの先行って。年寄り優先。優しいじゃん。年寄り優先。私があんたを置いてくのが心配なだけ。んじゃ、俺が先に行ってこようか。置いてかないって。もっと優しくしてあげて。サム、先進めそう？ああ、多分。でもフックは必要そうだな。了解。今行く。あっ、黒い！ああ、やば。ああ、危ない。大丈夫？ええ。よし、そんじゃ、ナディーンのフック借りて。いや、こうしよう。おい、何？じっとして。うわ、おい。じっとしてって。たくなんだよ。クロエ、ロープ借りていい？もちろん。でも私が先。
こう行って、ん？それじゃちょっと失礼。いて、気をつけろ。ごめん。ジャイ君、ちゃんとロープ残してるよ。よし、オッケー。上に洞窟がある。線路に繋がってるかも。あいつが先行くの？先に行く？ロープ置いてって。了解。次は自分のロープ持ってきて。いいぞ。いや。それじゃあ。でここは。報酬もらえんだろうな。いいわ。それじゃまあ数も少ねえし、ここは一丁。待って。あのアサーブって男かなりマジだな。見物になりそうだ。信じらんない。ショアライン？なんでいいんだ。ぶちのめしたはずだろう。サム。なんだよ。ねえ。平気？うん、平気。切れたりしないでよね。平気だよ。お嬢さん方、それじゃこうしよう。俺は右にいる男。で、二人はあの。平気じゃないじゃないのよ。おい、無駄だ。私の演技どうだった？ああ、演技賞間違いなし。ああ、やられた。私の演技どうだった？ああ、演技賞間違いなし。俺たちの邪魔をするからだ。面白くなりそうだ。おい、上に。上にいたよね。奴らはあっちに向かったぞ。見つけた。もうダメしよ。ちょっと離して。下がってろ。ゴリ押しで進んじゃってるけど。奴らは向こうだ。上だよ、気をつけて。出てこい、さあ。そう、開始だ。仲間がやられてる。この野郎、やらった。
したじゃねえか。よし、今ので最後だな。ちょっとナディン、今の何？何？あんたの真似しただけ。ああ、そう。行こう。将来に牙は絶対に渡さないよ。出口崩れたんじゃないか？かもしれないわね。見てみよう。これは箱だけど開けられないのか。図書庫だ。うちの武器を変えたいんだがな。でっか、とりあえずは。駅？ああ。うん。ここ通れそうじゃない？手伝って。オッケー。フレーザー、先行って。ええ。あ、大丈夫か。ええ。車庫が近づいてきた。もうすぐ着く。嘘でしょ。うわあ、なんでこんな目に遭うわけ。オッケー。さてと、車庫はすぐそこ。マジかよ。おい、生きてたのか。ナディン、こっちだぞ。ねえ、平気なの？平気。サムが大声で怒鳴るまではね。今どこ？ラジオ塔のそば。ナディン、上行けそう？フレーザー、ロープ引っ掛けられる場所探すよ。ああ、助かる。ここになんかあるな。落ちたよ。マジかよ。おい、生きてたのか。ナディン、こっちだぞ。ねえ、平気なの？平気。サムが大声で怒鳴るまではね。今どこ？ラジオ塔のそば。ナディン、上行けそう？フレーザー、ロープ引っ掛けられる場所探すよ。ああ、助かる。で、下に降りると。ねえ、柱に固定しろ。やってるよ。ほら、よし、登りな。どこ？なんかやばい音。倒れるよ。嘘。おい、ほら、登れて。ドレイク、しっかり掴んで。やってるよ。おい、マジかよ。ったく、丈夫そうだったのに。二人とも、ありがとう。うん、上出来。あいつのアイデアにしてはな。で、アサーブからショアラインの話は？聞いてない。俺が知ってるのは、インド軍に供給網を断たれて外部の助けが必要ってことだけ。だからってショアラインと。ま、ショアラインは来るもの拒まずだ。ああ、悪い。実際、そうだしね。
これで線路の向きを変えるわけだ。動かない、手伝って。これ案外うまくいくかもな。手伝ってくれてもいいんだよ。お前らなら楽勝。うわっ、あー、まずい、危ない。あー、びっくりした。みんな平気？ああ、でも、これはもう登れないな。でも抜け道があるかも。ダメ、無理、塞がっちゃってる。最高。高いね。サム、あなたの背なら届くんじゃない？ほら、持ち上げる。手伝うよ。ハーレムね。ああ、ほら、そのなんだ、まあ俺に任せろって。いつでも OK。 結構重いな。あ、くそ、悪い。よし。サム、上に予備のはしごがあったりしない？そんじゃ見てみるよ。内容の濃い数日間ってところ。まあ、まさかサム・ドレイクとまた会うことになるとはね。ほら、私もあなたを信用してなくて、ちょっと試したりもしたし。紛争地域で2時間待たせたのもテスト。我慢強さはパスしたろ。ああ、あの時のこと。あれはただ遅れただけ。市場にいた女の子にスカーフ買わされたの。ほんとしつこくって。だろうね。おい、二人とも線路に戻れ。いいもの見つけたかも。オッケー、行く。線路に戻っていこう。それでサム、何かある？高級箱を見つけちゃった。さすがサム。ほら、落とすぞ。待って、それだけじゃ低いよ。ああ、だな、確かに。ああ。台車持ってくる。途中まで来て。さすがオツが切れるね。何？ほら、オツ、頭がいいって言っただけだよ。分かる言葉で喋って。せっかく褒めてやったってのによ。え、これでまた線路の向きを変えて。それじゃ切り替え OK。 おっとと。ほら、二人ともその調子で頑張ってくれよ。オッケー、どうぞ。よし、行くぞ。アイコードを突っ越せたな。行こう。ほら、よしかい。ミスロス、どうぞ。この呼び方。ああ、ほら、プロ同士敬意を払ったんだよ。だったら敬語使って。いや、ダメ、それは無理。財宝、てかお宝ゲット。なんだ、気づかなかった。お、だいぶ近くまで来たね。ほら、もうすぐね。サム、ロープ貸そうか？いいよ、私の。
やっと俺も仲間入りってこと？ますます面白くなってきたな。アサーブにショアライン少なくも見積もっても数十人。待って、あの箱、銃と弾薬もかもね。あんた武器売買はしない主義じゃなかった？あ、私はしなかった。箱はどうでもいいけど、牙はどこ？アサーブの相手は嘘オルカ。誰？昔の部下だよあいつ覚えてるぜ。あいつ未だにあのダサい髪型のまんまだな。ああ笑える。ねえ、交渉が終わった。あんたのオルカが牙持ってる。じゃあ奪いに行くよ。おいおいおい、待てって。計画あんの？言っただろ、数十の傭兵がいるんだぞ。イライラは体に悪いよ。覚えてたんだ。何のこと？フェアシーを外しとけ。いいか、奴らを探し出すぞ。ロスには特に注意しろ。了解だ。ああ最高、飛んでっちゃった。俺たちの牙が。平気、肩がつくまで残るはずだよ。それ俺たちと？じゃあ撃ち落としてやりましょう。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。